諸葛宗雄は、日本の教育者、元東京大学公共政策大学院特任、教授。研究分野は、原子力研究開発政策、原子力安全規制政策、エネルギー環境政策。日本原子力学会社会環境部会長兼広報、情報委員会委員兼、ポジションステートメントワーキンググループ主査、日本原子力学会日本型性能。 保障研究専門委員会幹事、日本原子力学会原子力安全調査、専門委員会委員、東京大学原子力法制研究会社会と、法制度設計分科会幹事、東京都生まれ、武蔵高等学校を経て、東京大学工学部原子力工学科卒、1970年の東京芝浦電機入社後、動力炉、各燃料開発事業団に、 各燃料開発本部研究員として出向。東芝同年で核燃料サイクルの開発に携わった。原子力事業部技術顧問を最後に東芝を退職し、2006年6月より東京大学公共政策大学院特任教授となった。2007年3月に東京大学に設置された原子力の安全規制問題の研究グループ。 原子力法制研究会の幹事役を2013年3月まで務め原子力の安全規制制度の研究に取り組んだ。2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震に伴い起きた福島第一原子力発電所事故について事故後原子力学会の異常事象解説者チームの一員として TBS の美ノ門太の朝津バ に50日間連続出演するなど、数多くの番組に出演し、専門家としてコメントしている。3月14日には、原発事故で放出された放射性物質による汚染について、30マイクロシーベルト毎時の汚染のレベルは、現場に1時間経っていて30マイクロシーベルトの被爆量に相当し、およそ7ミリシーベルトを被爆する。 胸部 CT 検査の100分の1以下と説明するなど難解な放射線問題の解説に尽力した。翌3月15日にも出演し、この事故で原子力発電をやめてしまうのではなく、前向きにこの経験を活かして、設計を改善して、世界で最も安全な原子力発電所の実現を目指すべきと解説した。ありがとうございます。